生の映画応援企画やっていきましょう。ぜひと皆さんグッドボタン、チャンネル登録ボタンよろしくお願いいたします。ということで今回は関さんの動画でございますよ。遺伝子調整が実現された世界に起こることとは、まず俺が一番に自分の遺伝子を買いに行く。うらースーパーコーディネーターからのスーパージョニキー、うらー不純クソ野郎ということでさあやっていきましょう。すいませんね、こんなはずじゃなかったのにね、こんなはずじゃなかったんですけどもね、これシビアな話だからね、もうめちゃくちゃ考えさせられるような話でございますから、今回は関さんがそれについてね語ってくれているということで、まあ、そんな技術があったらよっぽど俺やっちゃうな不純さやっていきましょう。っていうかだからね、ガンダムシード映画来たわけでございますよ。めちゃくちゃ盛り上がってますよ皆さん。もう見ましたか？まだ見てないよって方はすぐ行った方がいいよ。だけどもな、ガンダムシードって見たことないんだよねっていうそこのあなた、今動画私ニレンちゃんで出しました、まあ、総集編的な感じですね。これ見ていただければ、おお、ガンダムシードおもろいやんけっていう風になる。そしてスピードでもう一気にその1本、もう1本あるね、シードとデスティニーのこの総集編のね動画を出しておりますから、これサクッと見ていただければそのまま映画館に行ける。映画館で見た方がいいよ。ガンダムを、ガンダムシードを映画館で見れるってのは幸せなことでございますから、ぜひとも行ってください。そして1個朗報がある。俺はブラジルにいるから見れないと思ってた。めっちゃ悲しかった。だから悲しかった分、俺みたいにね、こう映画館で見れない人をもう一人でも減らすために、もうガンガンね日本のみんなに PR しようかなと、もう映画館で見てくれとね、もうがっつり PR しようと思っていたわけでございます。そんな中、西川の兄貴がめちゃくちゃ嬉しいツイートをしてくれた。はい、なんと世界60カ国で上映が決まっている。とんでもない情報ということでね、ブラジルもあるでしょうね、えよっぽど来るでしょう。興奮してツイッターで引用リツイートで、マジかって言ってね、あの世界660カ国来るんすかって言ってツイートしちゃいましたね。増えましたね、60から660。すげえな、あの地球の規模感変わってくるな。おお、びっくりしたわ。それぐらい興奮したわ。おお、やったぜ。もう置いてかれないよ。ちょっと時間差出るけどな、出るけども、で次に出る課題は本来であればね、あの同時視聴だったりとか、そのアマプラとかに来たらさ、みんなでこう楽しめるじゃないね。ファーストリアクションができない、ああどうするみたいな、しゃねえな映画館で見てもよっぽどしゃねえわな。皆さんどうですかそこら辺。ちょっとね、一応俺の気持ちとしてはもうね、あの映画館で見たいなので、あのファーストリアクションっていうのはね、もう捨てるかね、まあまあ言うて2週目でね、みんなと一緒にいろんなことをね、分析しながらというか、こここうだよねっていう風に話しながら楽しめるっていうのは、それはそれでいいじゃないですか。だからそれはそれでいいとして、あのファーストリアクションちょっとジョニキ見たいよっていう風になんとかならんかねっていうのがあればコメント欄にね、あの一応僕としてはあのもう気持ちは 99.999999999% 映画館で見るようになってるんでそれはそれとしてね、あの一つです。はい、ということでね、見ていきましょうか、見ていきましょうか。で今回これあの2部作あるみたいですね。1部と2部でね、関さんのその動画がありますんで、恐れ多くもね、ちょっとあのリアクションをね、あのさせていただければなと。なんかリアクションをさせていただければなっていうのは自分で言ってたらすっげえ不思議なんだよね。見ていきたいなと思います俺結構ね、コーディネーターとナチュラルじゃないけど、意味は違えな、ナチュラルに見ちゃうのでなんかね、あの下手にね、オーバーにうらーとかでやるの嫌なんだよ。だから多分ね、あの俺のオフを知ってる人は普段の動画とマジで変わんねえなっていう風にあのみんな言うんすよ。もう今まで会ってきた人みんな動画のまんまっすねっていう風に言ってくれるんだけど、ナチュラルです。コーディネーターになりたいナチュラルですということで、だから俺がこの世界にいて、ナチュラルの意味変わるけど、自分がナチュラルだったらシンプルにうわ羨ましいなーってなって、それで憎たらしいとはならないんだよね。羨ましいなー、お前すげえなーみたいな感じで多分めっちゃリスペクトしてると思うんだよね、うん、で自分もなれねえかなーっていう風に多分ねめっちゃ夢描いてると思う
多分ねそうなると思うんだよね。で頑張って金稼いで、あのそういった研究をしているところにあの投資をして、いつか自分もってね、あの願っているタイプです。こんにちは。でこの赤さん誰や、可愛いな、俺みたいやな行きましょうかということで、早速やっていきましょう。レッツゴー。自分の子供が勉強もできて、スポーツもできて、容姿もよく生まれてほしい。確かにな。そんな願いが叶う技術が目の前にあったら、あなたたちはどうしますか。使う夢の技術の誕生は人類に大きな混乱と憎しみを生み出した時代。どう思う？シードを一応見たんだよ、デステリー見たんだよ。その上で秒速で迷わず使うあの そういうね、あのもう はっきりした人間です。それが正直マンです。コズミックイラなぜこのゴミニキイラの世界の遺伝子調整技術のことを語るのか。お、実は我々人類の未来に起こり得る脅威なのかもしれないっていうことなんだよね。おお、起こることとは何が起こるのか、争いだろうね。まず遺伝子調整を語る上で最も重要な人物、それがジョージ・グレン。出た出た、ジョージ・グレン。ここら辺もいろいろ語ってくれるんやな。わずか17歳で世界屈指の工科大学の博士課程を修了。おお、天才や。メダリスト、アメリカンフットボールでスター選手を経験、何でも屋さん。さらにその後空軍のエースパイロットとしても活躍した超人ジョージ・グレン。まで、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 何でも屋さんって言った瞬間に俺完全に、うわうわやったな、あの人。これ西川さんやったべ、これ完全やってるわ。近い将来なんか暴露するでしょあの人。実はやってましたって。何でも屋さんやんねえ。歌の人じゃないの、お笑いの人じゃないのね、声優の人じゃないの、何の人ね、何の人。あ、これやったな、ジョージ西川だな。おかしいな、ちょっと待って、それほどにちょっと今あれって思う、あれ西川さんちょっとやったなっていう、すいません、スター選手を経験。さらにその後空軍のエースパイロットとしても活躍した超人ジョージ・グレン。コズミックイラ15、宇宙飛行士になった彼は自身が設計した探査船で木星に出発した。この時彼が口にした、自分は遺伝子調整によって生み出された人間である。うわ、この告白は世界に衝撃を与えた。そりゃそうや。そして遺伝子調整の方法を記したマニュアルを公開し世界中に拡散。この時彼は自らを広大な宇宙との架け橋、人の今と未来の狭間に立つもの、おー、コーディネーターと名乗っている。おーい、コーディネーターという言葉の誕生で2つに区分されてしまった人類、遺伝子調整を受けていない人類を指すナチュラル、そして遺伝子調整されたコーディネーター。この対立構造が世界に生まれてしまったんだよね。おー、ちなみにこれちょっと一個思ったんですけども、一つこれ全然関係ない、僕はあの日本とブラジルの架け橋になる。いや、彼のグレーン的なね、はい、今あのブラジルのチャンネルでもねリアクション動画始めたんですよ、はい、それはそれとして、はい、あの近い将来ね、そういう風に日本の良いところをブラジルに、ブラジルの良いところを日本に架け橋になれたらなっていうことで動いております、はい、でもう一個ここですね、彼が暴露しましたね、自分がコーディネーターですっていうことで、エアチートやんってなるわけですね。なんか我々の世界でも似たようなことは起きてるなっていうふうに思うところはあるんですね。最近もそういったようなことがありましたけどもね、あの大会があった時に、ね、まあ、違ったスタイルで出ていくというか、例えば、ね、今話題になっているところとしては女性の大会にトランスの方が出ていくみたいなね。じゃあこれがもしも隠れた状態で後で実はトランスなんだよねっていうのが出た場合って、なんかちょっと似たような環境になるなっていうふうに思ったんだよね。みたいなさ。で今まさに議論生んでるじゃないですか。
えどうなのみたいな、そのトランスがそこに参加するのはありなのみたいなさ、で結論俺の意見で言うとなしだろっていう話なんだよね。女性の試合は女性の試合でしょ、そこにあの元とはいえども生物学的に男性が出るのっていうのはどうなのって、その何を取ったか取ってないかじゃなくて、もうね、あの体の作りが違うわけだからそれって違うよねみたいな風に思ったりするわけですよ。そうなるとシンプルにカテゴライズしたらいいんですよね。だから男性は男性、女性は女性、今までだよね。でプラスでトランスの方の大会があるみたいな、そういう風に分ければ話は簡潔なんですけどもね、頭湧いたのかな、混ぜようと思った人はなんか飲みながらノリでやってんのかなっていう風に思うレベルです僕としては。だからこれに関してもなんかもう普通の試合にね、大会に彼が出ちゃって大暴れして実はコーディネーターだぜって言ったらお前バカかってなるんだよねなんとなくそこのね、連想を感じたんですけどもね、いかがでしょうかっていうはい、そんなこんなです。こんにちは。はい、コーディネーターが生まれた背景にあるのはコズミックイラ以前に起きた紛争で使用された生物化学兵器や核兵器、お遺伝子汚染という負の現象で世界人口の2割が健康な子供を産めなくなるという問題が発生した。その解決策として解禁されたのが本格的な遺伝子治療技術。コズミックイラに入ると損傷した遺伝子を次世代に残さない技術が作り出され問題は改善したからのね。しかし人類はこの技術を治療に活用するだけでは満足せず、優秀な人間を作るという目的に利用し始めていた。まあなるよね。人類の問題を解決するために作られた遺伝子調整技術、それを治療のためではなく人類の進化のため、そして欲望のために利用してしまうのは人間の差が格差出るからな。それほど人間は欲深い生き物。欲は止まらんな。きっかけ、木星に旅立ったジョージ・グレンが地球に持ち帰ったのがクジラに似た生物の化石。出たクジラ。この地球外生命体の存在は神を崇拝していた人たちに大きなショックを与え科学の権威を高めることとなる。ああ倫理問題などで違法化されていた遺伝子調整技術への抵抗感が薄まった。あ、それでぶっ壊れたんだ。技術の進歩と需要の拡大で、そっか、コズミックイラ30頃からコーディネーターは増加。俺ちょっとここら辺認識があれだったんだよね。あのクジラに集中しすぎたというか、このクジラなんやねんで出てこんやんけみたいなノリでいたんだけど、そっかそっかそっか、宇宙クジラでとんでもねえな。そっか、まあ僕もねキリスト教なんですけども、まあ、僕の場合はなんというか物事を俯瞰して考えるんで、キリスト教だからこの考えに染まりますっていう考えはないんですよ。何でもかんでも僕は知りたいし、その正解を知りたいっていうタイプで、だからじゃあ神様が我々を作ったのであれば、じゃあ宇宙はどうなのかとか、ああだこうだって考えていったりとか、まあ、わりかしその我々のイメージする天国っていうのは人間のために作られているんだけどもね、じゃあ犬猫とかどうなるのとかね、宇宙人とかでどうなるのとかね、宇宙人っておらんのって言ったらおるに決まってるやんみたいなさ、どう考えてもおるやん。どれだけの広さって考えた時に宇宙人とは物の言いようで何かしらの生物っているやん、いた場合ってそれで誰が作ったのっていう風になってくるんだよね。まあ、だからそういった考え方というか、宇宙クジラが出たことによっていろいろとぶっ壊れるよね。あれ今まで俺らの考えてたことってあれれれれで、いろんなことが崩れていって、逆にじゃあ別にこれだってやったっていいじゃんみたいな、その神の領域っていうけど神おらんやんけってでなってくると、それは自然の摂理だよね。人間は今までね、そういうふうに成長してきたわけだから、成長の過程として科学の進歩となればそれはそれだよね。なんかちょっと感慨深いですね。遺伝子調整技術への抵抗感が薄まった。結果、いや面白いわ。進歩と需要の拡大でコズミックイラ30頃からコーディネーターは増加。遅れながら理解。増加に反し、コーディネーター増加の流れは止まらず、後に第一次コーディネーターブームと呼ばれるようになった。違法化しても止まらなかったコーディネーターの増加。普通の人間よりも優秀と言える人間が増えるとどうなるのか、みんなは想像力を働かせて考えてみてほしい。荒れるよ。
はい、シンプルに荒れる格差思いっきり出るよ。ジョージグレンの告白から間もなく誕生した最初期のコーディネーターはコズミック以来40年代に社会進出を開始、うん、そこで問題になったのがコーディネーターとナチュラルの間にある能力格差。出るわな。優れた素質を持つコーディネーターたちの活躍に対してナチュラルの中に嫉妬や脅威を感じるものが増加していった。分けりゃいいんだけどな、シンプルに。追い打ちをかけたのがコーディネーターの能力が遺伝するという事実。第一世代コーディネーター同士の間に生まれた子供は遺伝子調整を受けなくても優れた資質を受け継ぐということが問題視された、はいはい、うんうん。誰もが持つ優秀な人間に対する嫉妬、しかしそれが遺伝子調整された人間だったら同じ人間と認めない動きが生まれてしまうのは必然かもしれない。そうかもしらんな。俺はそういう考えじゃないけど、コーディネーターそうなるわ。よりどころとも言える場所が誕生します。はいはいはい。それが宇宙コロニープラン分かれていくんだよな。いや争いになるよ。コズミックイラ44、地球各地からコーディネーターが移住し誕生したのが宇宙コロニープラント。推定1000万人を超えたコーディネーターたちの住みやすい場所になる。相当数だね。相当だよ。実質プラントを裏で管理していたのは地球。プラントはコロニー内で食料を作ることが一切禁止され厳しい事情に苦しんでいた。はいはいはい。さらにコーディネーター個人や関連施設などに対する暗殺やテロが発生。あらら。プラントは武力を持つことを許されていなかったために対抗手段がなく、その脅威にさらされる事態に。よくないね。この厳しい環境からコーディネーターたちの中には地球への反発、さらには反ナチュラルの考えを持つ者が増加。当然だ。コズミックイラ50にはプラントの独立と貿易を自由に行うために政治結社王道同盟が誕生した。王道同盟。コーディネーターの居場所だったはずのプラントも蓋を開ければ仮初めの楽園。ナチュラルの言葉の通り、コーディネーターに対する憎しみはどんどん大きくなって破壊行動にも発展していったんだよね。よくないね。住み分けだよ。そんな中コズミックイラ53に歴史的な大事件が起きた。それがジョージ・グレンの暗殺。コーディネーターに生まれなかったことを悲観したナチュラルの少年の凶弾に倒れている。さらに S2 型インフルエンザウイルスが流行。ナチュラルの間で蔓延したが免疫力の高いコーディネーターの犠牲者が少なかったことで、はい、両者の対立が深まった、はいはい、陰謀だな。 S2 型インフルエンザはコーディネーターによるジョージ・グレン暗殺の報復、ナチュラル殲滅作戦のための生物兵器ではないかという陰謀論が拡大。はい。その後国連によって人間の遺伝子調整は再び公に禁止されることになった。本当に少年だけがジョージ・グレンの暗殺に関わっていたのか。まあもう遅いよね、禁止しても。陰謀論の拡散も単なる噂が広まっただけなのか。だよね、そうなるよね。その裏にはコーディネーターの存在を認めない大きな存在がいたのかもしれないよね。出た。実はコーディネーターたちが大きな問題を抱えていたのは知ってる？お。それがコーディネーターの遺伝子欠陥。そこで止まるわけだ。遺伝子調整技術は人類の進化という目的から優秀な子孫を残したいという個人的な欲望に利用されるように。しかし遺伝子調整技術は2つの大きな問題を抱えていた。確実ではない遺伝子調整によるデザイン。技術が進歩しても完全にコントロールすることはできず、髪の色や目の色、肌の色などが希望した通りにならない現象が発生。うわ、あの会話になるわけだ。希望した通りの容姿になっていなかった。うわ。というだけの理由で親権を放棄する親も現れ、生命を商品として扱うことの危うさが改めて問題視されていった。そうなるわな。いや、難しい問題だ。第3世代以降の出生率の低下。新たな問題。コーディネーター同士の子供にも能力は受け継がれる。しかしその子供たちには
極端に子孫ができにくくなってしまうことが判明した。うん、原因は世代を重ねることによる遺伝子情報の複雑化。プラントではこの事実を一部だけが知り、一般人に隠し続けることを決定。怖いね。そのためプラントでは解決に向けた研究だけでなく、遺伝子的な相性を調査した上で子供が生まれる可能性が高い男女を結婚させるという異常な政策を行った。ありましたね。しかしコズミックイラ70年代になっても出生率の低下には歯止めがかけられない状態に、うん、コーディネーター全体が抱える大きな課題として残り続けている。コーディネーターは何のための進化なのか。遺伝子調整を欲望のために使った代償は大きかったんだよね。だいぶな。さらに言うと、一般的なコーディネーターたちはその問題の存在すら知らないっていうことが、とんでもなくヤバいってことを忘れないでください。おっしゃる通りや。子孫を残すための技術が新人類を誕生させた時代。もうあんのか。早っ。コズミックイラ、結果的にまたも出生率の低下に苦しむことになってしまっているんだよね。他人事ではない人類の遺伝子調整、これは現実に行われていても全くおかしくないから。うん、君の知っているあの超優秀な人が実はそうかもしれない。西川さんやろ。絶対そうだよ。そう感じたらあとは言わなくてもわかるよね。おう、信じるか信じないかはあなた次第です。西川さんそうやろ。西川さんよっぽどそうやろ。うん、はい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 。フィクションね、一応大事やから、大事やからね。お、終わらせる。ここで出た。ほら噂の。終わらせることができますよ我々には。コーディネーターやろ。闇に落ちろ。イケてる。うわー、ここめっちゃ好き俺。最高ー、やべー、激アツー。ということでね、いやー、どうですか皆さんはこの問題ね。まあなんか遺伝子操作、俺ちょっとあんまりそこで分からないんだけど、遺伝子組み換えの食べ物みたいなものはね、なんか出てるっすよね。なんか魚だのね、あの野菜だのっていうのは、そういったことができるんだったら人間もいけんじゃないのとかで、クローン技術とかっていうのもね、すでにいけてるやんね。人間には至ってないんだっけ確か。ヤギだか羊だか、俺ヤギと羊の区別つかねえんだあのつかねえんだわ。で最近になって羊と羊っていう違いを知ったぐらいなんで、あの羊はね、あのなんか部屋の管理をしてくれるなんか黒服の人や、うん、ずっと羊かと思ってたわ。羊羊なのか知らんけど、だから羊とヤギの違いか分かんねえから、そんなレベルなんだけどさ。だから、まあ、そんなものがもう作られてたりとか。じゃあ、犬とかもね、いくらぐらい ?500、600万ぐらい、そんなもんでクローン作れるみたいな。今そんなものがすでにできるんだよね。じゃあ人間はってなってくるよね。まあ、よっぽどできんじゃない。ただ結局その羊だかヤギだかもね、数年で死んじゃったんすわ。なんでっていう感じなんだけど、死んじゃったんすよ。ってことは犬も同様の話でね、クローンを作ったとしても結局は、まあ、もっと言うとクローンっていうのは実質別の人ですからね。だから作ったところでその本人ではないっていう。まあ、ただそれに関しては同じような体を作ってしまえば、あとはどうにかこうにかね、その自分の要は HD を移すことができれば、ね、脳を移すことができれば、まあなんとかなるっていうところはあると思うのでね、今後出てくるのはそういった流れなのかなと思うんですよね。体を作る、そこまではまあサクッとできるんじゃねえのかっていう。でどうやって中身を移すのか。中身が移せれば正直側なんていうのは何でもいいですからね。だからあまりそれは遠い未来ではないし、現在進行形でこれはノンフィクションで進んでる話なんで、まあ、あとは倫理的な問題がどういうふうにね、ぶっ壊れていくのか、そこら辺をぶっ壊してくれるのはね、わりかしなんか何でしょうね、
日本とかの、その日本やアメリカの、その政治方針とは違う国が結構ね、あのそういうのは進めやすかったりするんで、まあなんか割かし遠くないタイミングでそういうのは進んでいって、それによって強制プレイでね、あのやっていって実績を出していって、そこからの法改正やらなんやらで始まっていくと。で後にこういったような問題にも、まあ、ぶち当たっていくのかなみたいな。だからコーディネーター問題っていうのも実際は起きうる話だと思うんだよね。そういうふうに体を移すことができれば、じゃあプラスアルファで何々っていうのはそこまで無理な話なのかなみたいな思ったりはしますけどもね。どうなんでしょうね。まあ分かんない。なんかブーストかけるのは若干違う技術にも思えるけどもね。どうなんだろう、分かんない。でもそういうものはそんな遠くないタイミングで出そうだなと。そうなった場合にどうなるのか、よっぽど羨ましいとかね、そこからの恨みだったりとかにつながっていってバチっていくみたいなことは起きうるよね。難しいですよ。でそうなった場合はやはり頭いい人たちが出来上がった場合、まあ、コーディネーター逆だったんだけども、本来であればコーディネーターたちが出てきたらやっぱ管理する側になんやかんやでね、あの回ってしまうみたいなことになりかねない。そうすると、まあ、それが爆発してね、あの戦争になっていくっていうのは、いくら頭が良くても数の力っていうのはありますからね。あのいくら支配しようとしたとしてもそれをミスると詰められてしまうっていう。だから結構なんか変な状況にはなるし、なんか戦争になってまたそれが一旦落ち着いてみたいな繰り返しになっていくのかなと思うんですよね。ガンダムの世界も結局それだもんな。戦争起きて一瞬止まって、また戦争起きてみたいなさ、その格差によってね、起きていくんで何とも言えないですよね。まあ住み分けがうまいことできればいいし、あと人の欲っていうところで、まあ結局止まらないから無理なんだよね。人の欲っていうのが一番良くなくて、結局なんか管理しようみたいなノリになっちゃうんだよね。収益をそれで上げちゃおうみたいな、さらなる収益、さらなる収益っていうので、まあどこかしらにしわ寄せがいくっていう。それさえなければ、だから俺が最初に言ったみたいに住み分けとかをすればいいんですよ。まあ我々の世界で今言うのであれば、何かそういったね大会があるのであれば男女でトランスっていう風に分けりゃいいんですよ。それで完結なんだけど、分けないから問題だし、さらに欲を言ってもっともっともっとってなるから、じゃあこの大会に出ましょうみたいな話になったりとか、いやでもそうすると元からの人どうなるのとか、もう変な話にもうなってんだよね。だからもしもこの未来になった場合は同様に正直住み分けをすればいいだけ。大会でコーディネーターが暴れてるとか、いや分けろよアホかって話なんですよ。シンプルにね。それがなってない現在っていうのが俺一番驚きなんだけどね。なんで分けられないんだろうなみたいなね、不思議はあったりとか。まあそれでだから結局は完結すると思うんですけどもね。ただ争いはよっぽど起きるだろうな。うわー、なんかこういうの無限に俺考えちゃうんですよ。何か争い起きない方法ないかなと思うんだけど、無理なんだよね。無理なんだよ。よっぽど憎しみになるし、で管理しよう、収益上げよう、しわ寄せ、ブチギレみたいなね、もう繰り返しになるんだよな。で、まあ、この未来で言うと、まあ、コーディネーターはよっぽど滅ぶ運命にあるんでね、まあ、ケツは正直見えちゃってるんだけどね、もう止まっちゃうわけだからね、まあ、長い戦いにはなるけど、最終的にはコーディネーターはほぼほぼね、いなくなってしまうんで、まあ、悲しい末路になる。だから、なんだろうね、その化学兵器爆弾みたいなさ、どんどん爆弾って強くなっていってるんだけど、それを作ることによって最終的には人類が滅亡するかもしれないみたいなさ、なんか科学の進歩が結局は、人類の命を奪うことになるのかもしれないっていう考え出したら、なんか深いな、複雑やな。そういったことをね、考えさせてくれるのがガンダムなんだよね。まだ僕はね、ガンダム初心者でございますけども、その中でも見てきた作品で毎度毎度その考え方だったりとかっていうのをね、いろんなメッセージ性っていうのをもらって、その度に考えて、俺だったらどうするのかな、俺がこの世界にいたらどうなってんのかなとか、この世界の解決法ってどういうのがあるのかなとかって考えたりとかね。まあだからデスティニーではキラの動きっていうのがいろいろと言われてたけど、俺キラの動きは完全になんていうか、もうグッドなんだよね。ナイスというか、別に彼の動きっていうのはシードの時と変わってないから、俺は結構キラ派なんですけどもね。はい、こうやって争いが起きる。さあ俺はみんなに投げたぞ。皆さんは何派ですか？
アスランなのかね、シンなのか、キラなのか、何派ですか、ガガリなのかね、ぜひとも書いてください。こういう風にみんながもう、うぶぶぶぶって。これは俺が起こした、ね、戦いです。ごめんなさい、すいません、はい、こういう話はもう無限にしたい、喧嘩なしでね、喧嘩なしでいろんなあの理論をねこう語っていくとどこかでそれがね役に立ったりするのかなっていうふうに思ったりしますんで、はい、そんなこんなです。そんなこんなでね、映画、はい、ガンダムシードの映画がねもう来たわけですよ。でいろんなね連動する企画がこういうふうに始まっているわけで嬉しいよね、まあ、みんなはもっと嬉しいよね。20年待ち続けたみんなは本当にいろんな形でこういう風にガンダムシードが盛り上がってるっていうのはすげえ嬉しいと思うし、制作陣はもっと嬉しいよね。またこういう風に盛り上がって、でやっぱ新規の方もねどんどん入ってくれるし、俺も微力ながらねそこにちょっと協力をしたいなっていうか、やはり夢と感動ね、いろんな感情を与えてくれたこのガンダム、そしてガンダムシードには恩返しをしたいなと、そしてみんなにも恩返しをしたいんですよ。俺が微力ながらこういう風に動いて、じゃあ新規の方が見てくれて盛り上がって、それがどんどん盛り上がってね、新たな展開につながってくれれば、それっていうのはねみんなへの恩返しにもなるのかなと思いますし、巡り巡って俺にも返ってくるしね、俺自身もやっぱこのガンダムの世界っていうのをすごい楽しみたいんで、盛り上がればどんな作品でもそう、その作品が盛り上がれば続編だったりとか新たな展開につながるわけですね。そうすると俺得なんだよね。だからこのチャンネルの最終的な目標的なところは言ったみたいに日本とブラジルの架け橋ね、これはやりたいです。そしてもう一つとしては、僕がいいなって思った作品をね、もっと続いてほしいって思った時に何か動画を出したりとか、こう PR をすることによってなんかブーストかかってさらなる展開につながってくれるみたいな、恐れ多いこと言ってるかもしれないけども、なんかそういうことできたらすごい嬉しいんですよ。やっぱ見てもらってなんぼなんだよね。どんな面白い作品でも見てもらわなければどうしようもないところがあるんで、だから微力ながらそこにね、お力添えができればもう巡り巡って俺が楽しめる俺が楽しめる、そして俺がみんなに勧めてみんなが気に入ってくれればみんなも楽しめる、わかる、この巡りまくる、はい、そんな感じです。ということで、盛り上がれということで今回はこんな感じでね締めていきたいなと思います。いろんなあの投げかけを僕もしたんで、皆さんそれぞれね、昨今のねあり方についてもそうだし、じゃあこの世界だったらね争いは起きるのか起きないのか、起きるんだったらどうやってそれを止めるのかとか、いろんなことをね、コメント欄に書いていただけたら幸いでございます。で引き続きこれパート2があるんで、パート2も見ていきたいなと思います。でさらにはスペシャルエディションということで7作ね、シード、デスティニーっていうのがあるわけなんで、これやっていきます。はい、もう応援企画まだ終わらないですよ。はい、やっていきますんで、ぜひとも皆さんね、そちらも楽しんでいただいて、で、がっつりグッと押してください。グッドマジ大事なんで、バチクソ大事なんで、もうグッドボタン1億回ぐらい、100億回、もう無限に押して、うらーって、全部ブラーって、はい、そうするとチャンネルが盛り上がる。ね、ありがたい。俺が喜ぶ。イェイ。おっす、おっす。ということで。最後になります。グッドボタン、チャンネル登録ボタンよろしくお願いします。また次回お会いしましょう。 See you next time!